はい皆さんこんにちは実践系英語 YouTuber の坂木社長です今日も元気よく届くパート5対策の問題やってまいりましょう今回使う問題はこちらの問題です今回は一つだけロードリーです このロー t リーというのは宝くじという意味なんですね。ロットだけでくじという意味があります。draw a lot といったらくじを引くという意味なんですね。ロトシックスというのは、ね、日本にもありますけど、そのロットと同じですね。はい、ロッ t はくじロー t リーは宝くじという意味になります。宝くじの,あの紙の券ありますよね。あれはロー t リーティケットというふうに言います。 ラスベガスに行った時によくジャックポットという言葉が書いてあるんですがあれは大当たりということなんですね Hit the jackpot で大当たりを当てるという意味になります大学時代にラスベガスに行った時にスロットマシーンの前に赤いかっこいいスポーツカーが置いてありましてそれが当たるというのでやってみたんですよね欲しくてねあれやりながら考えますよねこれ当たったら日本にどうやって持って帰ろうかなみたいなねそんな当たるわけないのにで結局300ドル負けて帰りました はい。ということで、ローテリー、宝くじでした。はい。それでは、この問題、京都と一からです。各解接続を終えるコーナーです。They were able to purchase their dream home because they could r a n the lottery となっています。公文見ていきましょう。はい。be able to は、まあ、b と able で、v と c ですけども、まあ、一応ね、もう、だいなりできたという助動詞みたいに考えておきましょうか。ここではね。はい。purchase 購入することができました彼らの夢の家をということですね変えてよかったですねその理由が「Because」以下ということで因果関係が成り立つようにこう空欄入れていきましょう、はい、では Because の中見ていきますはいこんなふうになってまして「宝くじを勝ち取った」つまり「宝くじに当たった」というふうにすればいいんですねはいということでこれ全部「win」という動詞のどんな形を入れますかという話になってきます はい。現在進行形なのか、現在形なのか、現在完了形なのか、過去形なのかということなんですね。はい。まず現在進行形から行きましょうか。これは、勝ちつつある。つまり、当たりつつあるということになりますよね。例えば、あの、削るやつとかありますよね。スクラッチみたいな。えー、4桁、例えば当てるとして、はい、1桁目。おぉ !1 桁目。当たってる。次、2桁目。あ二 !2 桁目も当たってる。3桁目も当たってる。当たりつつあるという感じなんですね。はい。 当たりつつあるときに買えないですよね。当たってからじゃないと、ね、最後外れみたいなことありますからね。はい。ということで、当たりつつあるのでというのはこれ合わないということになります。過去形ですしね、和はね。実際にこれ買うことができたって言ってるんですからね。はい。次、現在形はおかしいですね。これ現在と過去だとこれ合わなくなるんでね。これダメでしょ。はい。ね、英語字のこれかもしれません。この D。現在完了形です。 現在完了形というのはその名前の通り現在のことを表しているんですよねだからこれは今の時点で買っているということになりますだからこの過去形とは合わなくなってくるんですね今の時点で勝ち取って今お金があるので買うことができたというのはつながらなくなるわけですはい。ということでこの場合現在完了形はちょっと時間がずれておかしくなります はいということで答えは C なんですね。過去において宝くじに当たったので過去において買うことができたと。これで時間が合います、はい。ちょうど時間軸で表すとよりはっきりするのでちょっと書いておくと買うことができたというのは今から見て過去のことですよね。だからできたは和だけ書いておきますけどもははこんな感じです。はいそして このハブ1というのはどこの話かというとここじゃないんですよね現在完了形はここのことを表すんですね今の時点で宝くじに当たっているのでみたいな感じになっちゃいます過去において買いましたこうずれが生じておかしくなるんですねで1というのは単なる過去形ですからここでちょうど合うわけです過去の1時点で買ったので購入できたっていうそうういね一致するからいいんですね はい、こんなふうにイメージねしておけばいいと思います。はいということでこの問題の答えは単なる過去形の1でした。はいそれでは知識が定着する論文ンンのコーナーです。 They were able to purchase their dream home. ここで切りましょうか。理由の前でね。Because they won the lottery. はい。この順番で区切りながら理解できればいいでしょう。じゃあ、意味確認。彼らはできた。購入することが夢の家を以下なので、以下は彼らは宝くじに当たったということですね。この順番で理解できればもうあなたはネイティブ。それではオンドックスタート。 They were able to purchase their dream home because they won the lottery. They were able to purchase their dream home because they won the lottery. They were able to purchase their dream home because they won the lottery. They were able to purchase their dream home because they won the lottery. They were able to purchase their dream home because they won the lottery. They were able to purchase their dream home because they won the lottery. They were able to purchase their dream home because they won the lottery. They were able to purchase their dream home because they won the lottery. Good job!